おはようございます。速稼塾の久保でございます。皆さん、新型コロナウイルスの方はいかがでしょうか。やっぱ懸念材料っていうのがね、マスクがないってことに特化して広がってるのかなという気もしますけども、実際恐ろしいのはやっぱり私たちが防衛手段を設けないことなんですよね。やっぱりマスクがなければやっぱ作っていくとかね、あと基礎代謝を上げたりとか免疫力を高めるために、まあ、基礎的な運動とか食事をね、ものすごく普段から気をつけていたかなとか、生活習慣どうかなってことを見直す、まあいい機会だと思いますね。それからですね、この新型コロナウイルスに対してちょっと大きなことをね、初めてお話しますけども、それはですね、やっぱり外務省のまずさですよね。外務省のちょっと落ち度がかなり目立つかなと。カルロス・ゴーンさんがまあいろんな方法でですね、国外に出てしまうのをみすみす見逃してしまった外務省、そして出るだけではなくて、今度はですね、病原菌が国内に入ってくること、これをですね、全然防げなかった、これも外務省の責任ではないかなと思うんですよ。むしろ追及されるべきはこの辺なのかなと思うんですけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それではですね、インターネットを通じて今回も武漢の方でですね、実はこれだけの方が処理されているよと、感染したこれだけの方が処理されているよと、毎日30人とか50人とかが焼却処理されているっていう話もあるんですよね。それがですね、武漢に住んでいて、自分がね、コロナウイルスの発症ではないかというふうな形で毎日、自宅でですね、闘病されている方の勇気の証言がございますんで、そちらの方、もちろんね、これ真実の確かめようは私にはありません。ただ何を信じるか、何をね、受け取っていくかっていうことは自分で決めなければならないんですよ。もしこれがですね、懸念で済めば言うことはないんですけども、この数々の報道といいますかね、インターネットを通じての情報が、まあ、真実だったら私たちはとてつもないね、詐欺にかかっているというか、国によって危険にさらされているということもね、感じなければならないのかなと思います。それでは YouTube をご覧の皆様は、このライブ放送の続きをね、動画の方を続けて、撮っておきますんで、ご覧ください。どうぞ。はい、引き続きお届けします。これはニュース映像からのキャプチャーなんですけども、独占スプークによるとと書いてますよね。どんな内容なのかと言いますと、湖北省の火葬場2社では毎日341体の新型コロナウイルスの死者を火葬しているということなんですよ。341人もね、そうしてるんですよね。まあ、電話取材を行った結果なんですけども、火葬場の稼働っていうのが平常時の4倍から5倍であることが判明したというふうに出てますよね。で、127体の遺体が運ばれてきたんですけども、そのうちの116体をすぐに火葬してしまったというふうに、ここでは報じられております。すごい数ですよね。で、死亡証明書には新型肺炎と明記されているのは8件、新型肺炎の疑いが48件、残りは、まあ、ここでは語られてませんけども、病院から運ばれてきた遺体っていうのはそのうちの 38% で、61%、ほとんどはですね、自宅で死亡してるんですよね。そして、この焼却場っていうのは一日中稼働してて、とても忙しいというふうにもこう書かれております。それは忙しいでしょうね。うん。で、18台の火葬炉があるんですけども、11台を稼働させていることから考えると、1日の処理量をかけるに、1日あたり316体の死体処理がされているんではないかなというふうに計算できるということでございます。で、このね、調査員はですね、湖北省武漢市の火葬場の幹部からも話を聞いたところによると、現在の圧力が非常に大きくてですね、従業員さんも大変だと。で、24時間9台の火葬場フル回転しているそうです。で、これがね、個人の方が寄せてくださった動画なんですけども、まあ、熱が38度を下回ることがないと、非常に苦しいということを訴えかけています。で、発症は1月27日で、この映像をぜひ皆さん拡散してくださいということなんで、私も拡散に協力させていただきます。1月25日、29日ですね、発症から2日、状況は良くないということをこの方が語られています。で、鏡を見た時にはいつもより顔が赤いと、シャワーを浴びると熱が上昇してしまったということも言われております。その他ですね、この方の証言っていうのは、状況が改善しないで何時間ももう泣いていたと。とにかく状況を改善したので病院に2度目の診察に行ったんだけども、これが病院に行った時の映像ですね。パトカーが走っていて、道路はものすごく空いていると。病院ではまあ何も手を施してもらえない患者さんがそっとして床に倒れたっていうのは以前もお伝えした通りでございます。病院ではほとんど処置が受けられない状態ですよね。で、病院内には感染者と思われる人が20人程度処置を待つしかない状態で行列を作っていた。これがその時の映像ですよね。防護服着た医師の方ですかね。で、こんな満タンになってるわけですよ。で、4時間の待ち時間ということで、待ってる間にまたね、お互いに感染してしまうんじゃないかなという懸念もありますよね。
やっぱどうですかね、町中が病魔に侵されているところで不安で暮らせないですよね。一歩も外に出れない状態と。でこの方はね、300人以上の感染者が拡大し続けているというふうにお話しています。毎日300人以上感染者が増えているという状態です。日本でね、毎日感染者何十人って増えてますけども、300人増えてるってのはどういうことなんでしょうね。すごいですよね。で、この方が言われるには夜中の1時過ぎに順番が来たんですけども、夜中の1時ですよ。でドクターもね、なんか簡単な質問しかしないと、まあできないでしょうね。もうヘトヘトですよね。医師の方も24時間働いてるわけですから。で胸部の CT 検査もしてくださったということです。でこれがその結果ですよね。異常なしと結果が出たということですけども、私の状態は非常に悪いよということを訴えかけておられます。どういうふうな状態なのかね、ここからでは分かりませんけども、相当なひどい状態なのかなということはできます。もしかしたらね、新型コロナにかかっていない可能性がありますよね。まあ診断を受けたところ、まあでもこの方はすごく不安でね、病院では3日間の期間で熱が下がれば大丈夫ですって言われたんで帰宅したということで、この方はまだ不満を持っているそうですよね。確かに自宅でできることって限られてますし、かといって病院に行ってもね、方法の程度で、感染確定していない状態ですけども、自宅療養で毎日50菌、これなんて読むんですかね、まあ水を飲むように言われたと。水を飲むこともとても大事ですよね。まあマスクかけてらっしゃいますけども、この映像を見るにマスクは行き渡っているのかなって感じますね。でウイルスに対する抗体を作るための栄養を摂取することがとても無理だというふうにも言われています。食品の流通とかもあんまり起きてないようでございますね。でまた皆さんとお会いできる日をと書いてますけども、ちょっとねすごく不安が残る動画になっています。皆さんどういうふうにお感じでしょうか。私も感じることはありますけどもね、主観を今回は述べないでおきます。